今年は暖冬と言われていますが寒い時期にしか見ることのできない珍しい自然現象がニュース投稿アプリみんながカメラマンに投稿されました空がオレンジ色に染まる中太陽が水平線に近づきますこちらは18日午後5時半ごろ高知県室戸岬で撮影された映像ですこれは太陽がくびれて見えるだるま夕日と呼ばれる現象です さらに、翌19日午前7時過ぎには水平線から太陽が昇り、だるま朝日が現れました。この現象は秋から春にかけて、晴れて冷え込みが強い日に見られます。空気が冷えて海との温度差が大きくなると、光が屈折して太陽がだるまのような形に見えるところから、だるま朝日、だるま夕日と呼ばれています。 1>, 1年に20回ほどしか現れないそうで、その珍しさと美しさから幸運の夕日とも言われています。室戸市は太平洋に突き出た地形から東にだるま朝日、西にだるま夕日を望むことができる珍しい場所だということです。